翔です。このチャンネルでは私こと中翔がレゴで作ったプラモ、レゴプラを投稿していくチャンネルになります。主にですね、ガンプラをレゴで再現した、ガンレゴの方を投稿していっております。で、今回作成したガンレゴの方はこちらの方になります。よいしょ。はい、ででん、はい。赤いの方を作成してみました。これもですね、バンダイさんから発売されている MSM04 学会のガンプラを元に作成してみました。こんな感じです。よいしょ、結構いい感じに再現できたと思います。うん、なんか萌えですね、萌えです。まあ、機動戦士ガンダム29話のジャブローチルに登場した、ジオングの、量産機で水陸両用の、モビルスーツの一つですけども、まあ、敵の機体というよりはですね、この丸みを見た何とも言えないほっとけない姿から、まあ、機動戦士ガンダムのマスコット的なキャラクターになってるんではないでしょうか。まあ、クマ界とかにもなってますしですね。まあ、でも自分としては、まあ、クマというよりも、まあ、キノコとかモグラみたいなイメージがありますね。まあ、というわけで、今回の作紹介動画の方をどうぞ。今回の動画は以上となります。今後もですね、どんどん動画を投稿していきますので、チャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。また、インスタもやってました、現在作成中のレゴプラの方を投稿しておりますので、そちらの方もぜひ見てみてください。と。以上、中翔でした。